旅人とパイモン？まさかこんなところで会うとは。どうしてエイヒがここにいるんだ？いつもはリーユエコーで仕事してるだろ？なんでまたこんな人のいないところに。ああ、実は今回少し特殊な仕事を受けたんだ。だが双眼巨炎の底がこんな風になっていたとはね。私もこの目で見るのは初めてだ。ああ、それよりも二人にお願いがあるんだ。何者かが私のことを探していてな。もし私のことを聞かれたら見ていないと答えてくれないか。え、何があったんだ。違うんだ。でも説明すると長くなる。とにかくうまくごまかしてくれ。じゃあまたな。だおい、エンヒのやつを本当に言っちゃったな。どうしよう、おいらなんだか急に怖くなってきたぞ。あいつ法を破ってここまで逃げてきたんじゃないよな。まさか何か恐ろしい事件を起こしてたり。考えが甘いぞ。世の中はな、すっごく複雑なんだ。最悪の事態を想定しておかないと、万が一何かあったらオイラたちエンヒの共犯者になっちゃうぞ。だ、いや、ここはエンヒをかばってやるべきか。それとも、悩ましい。おい、そこのお前。この声、どこかで聞いたことあるような。ガまさか、こんなところでお前らに会えるとはな。なんだ、休暇でも満喫中か。お、お前たち、その様子からして相変わらず愉快に過ごしてるみてえだな。俺様もだぜ。あれ、お前の後ろにいる人って。はじめまして、荒滝派の久喜忍です。へへへ、忘れるところだったぜ。紹介してやる。こいつは俺ら荒滝派の中でも一番のやり手、忍だ。おお、荒滝派の人だったんだな。こいつは花見坂で活動する凄腕なんだぜ。荒滝派に入んのも当然の流れだな。しかもだ、荒滝派の厄介事はいつも忍がやってくれてる。なんならお前たちの面倒も忍が見てやってもいいぞ。親分の友人ならば私の友人でもある。旅人にパイモン、二人とも会えて光栄だ。でも忍って呼んでいいか。ああ、今後ともよろしく頼む。実は近いうちに二人には世話になりそうな予感がするんだ。でも一等、さっき荒滝派の厄介事は忍がやってくれてるって言ったよな。それなら忍の方が親分にふさわしくないか。バカなこと言うんじゃねえパイモン。親分はこの俺様に決まってんだろ。天下第一花見坂荒滝派の親分はこの俺様以外にありえねえ。なるほど、ダメ親分と凄腕の部下ってとこだな。おいまあいい、お前のその小さな脳みそじゃ理解できないのも無理ないこと。ここは俺様が大人になってやる。それよりも本題に入ろう。お前ら桃色の髪をしたほうなんとかかを見なかったか。物知りで小柄で変な帽子をかぶってるやつなんだが。はっ、リーユエの法律家で名をエンヒという。二人なら知ってると思ったんだが。
知り合いだなんて、そんなことありえない。ほう、会ったことあるみてえだな。おいら、何も言ってないぞ。でたらめ言うなよ。ビクビクしてんのが見え見えだぜ。どうやら図星のようだな。嘘をつくとき、人は無意識に目が泳ぐものだ、パイモン。だが安心してくれ、私たちに悪意はない。お前ら、エイヒのことを知ってるのか？知ってるも何も、そいつは俺様の命の恩人なんだ。命の恩人？あれ、そういえば、二人は何しに双眼巨炎まで来たんだ？最近、稲妻の鎖国令が解除されたことは知ってるか？忍は卒業証書を取りにリーウェに来たんだ。だが、一人で遠出するのは危険だろ？だから、俺もついてきたってわけだ。卒業証書？リーウェの学校にでも通ってたのか？ああ、リーウェの同文学塾で法学を学んでいた。ただ残念ながら、卒業前に一度実家へ帰ったところ、ちょうど鎖国が始まってしまってな。それで卒業証書をもらうのが数年遅れてしまったんだ。リーウェ校で用事を済ませるため並んでいたところ、親分が戦艦軍と揉め始めてな。連行されそうになった親分を通りがかった縁妃さんが助けてくれたんだ。あの恩人の助けがなけりゃ今頃はリーウェの牢屋の中だ。だからその礼に彼女を手伝ってやりてんだよ。だが手伝いは不要だと言われちまった。そんなことありえると思うか？生きてりゃ何かしら困ったことに遭遇するもんだろう。だから彼女の後を追っていざという時に助けてやろうと思ったんだ。鬼ばあばが言ってたんだ、男なら恩に報いるべきだってな。たとえ剣の山に登り火の海に飛び込むことになろうとも、この新たき一頭、あの法律家を助けると心に固く決めたんだ。じゃあもし縁妃がお前の助けを必要としてなかったらどうするつもりなんだ？そんなことありえねえな。絶対にありえねえ、旅人。おお、そうか、オンに銀ぜ。んじゃ、俺たちは探しに行く。出発すんぞ、勝負。オンジンさん、俺様が駆けつけるまで持ちこたえろよ。ありがとう、じゃあまた。さっきわざとイットに嘘ついただろう。多分シノブはお前の言ったことを信じてなかったと思うぞ。それかイットがあまりにしつこいから、エンヒに迷惑かけないように、シノブも配慮したのかも。あのシノブってやつ、なかなか切れ者だな。これでもう、エンヒを探すやつはいないはずだ。後で本人に会ったら、このことを教えてやろうぜ。よし、じゃあ、オイラたちは柱がぶつかったところに行こう。なんと、さすがは旅人とパイモン。あの派手な見た目をした兄ちゃんだが、あまりに情熱的で困っていたんだ。普段なら友達になれたかもしれないが、あいにく今日は用事があってな。わざわざこんな変なところに来るなんて、一体どんな用事なんだ？まさか、お前も冒険者になりたいとか？私は法律家だ。たまに遠くへ出張することもある。今回この双眼巨炎に来たのもある遺言のためだ。遺言？ああ、
とある古書にあったのを見つけたんだ。昔の貴人が残したものだと思う。それによると失った法宝を取り戻したいらしい。法律家ってそんな仕事もするのか。大変なんだな。遺言の内容を執行することも法律家の仕事の一つだ。もちろんこのような依頼は多くない。それに双眼巨猿もそう滅多に来られる場所ではない。あら、知っていたのね。誰だ。おっと、やはりここにいたか。名のある法律家が双眼巨猿にまでやってきて、私の意見を聞く必要なんてないと思うけど。イエランがいるところで私みたいなのが好き勝手できるわけがないだろう。こいつ一体何者なんだ。彼女はイエラン、リーユへの一応総務士に勤めているってことでいいのか。とにかく私の友人だ。ええ、それで構わないわ。この辺りにはたまたま仕事で来ていたの。君たちとはちょっとした縁で結ばれたというわけね。君たちは私のことを知らないかもしれないけど、私は旅人とパイモンのことをいろいろと耳にしているわ。私の仕事は双眼巨猿を観察することよ。君たちがここで何かするなら規則により私も同行させてもらう。ただ今回は他にも仕事があるの。だから残念だけど最後までは付き合えないかもしれない。くれぐれもトラブルを起こさないよう慎重に行動してちょうだい。これは参ったな。頼みたいことがあったんだが、昔のよしみでこの遺言のために少し時間を割いてくれないだろうか。そのお願いを聞くからには誠意を見せてもらわないとね。ああもちろんだとも。ガイドの依頼料はもちろんだが、たまたまピンバーヤからいい茶葉をもらってね。よければお茶をご馳走させてくれ。とりあえず今回の目的を教えてくれるかしら。おい、おめえら、どうしてイットがここに。くそ、わざと違う方向教えたな。旅人、俺様の味方じゃなかったのかよ。お待ちを。ん？誰だお前。申し訳ないけど、ここ一帯は双眼という名の用地、部外者は立ち入り禁止なの。ふざけんな。警告も策もねえくせに入るなだと。本当に危険な場所は注意喚起するような掲示を行わないものよ。ここってそんな重要な場所だったのか。ああ、ここは気軽に出入りできる場所ではない。だからこそ二人についてきてほしくなかったんだ。あれほど断ったというのに無視されるとは残念だ。リーユエに対して数々の貢献をしてくれた旅人、リーユエの法律家として名高い縁妃、私はこの二人の立場と行動を信頼しているからここでの活動を阻止しなかった。でも君たちの場合。ああ？どういう意味だ？この俺様が有名じゃないと？それともなんだ？俺様が何か企んでるとでも思ってんのか？君の素性が不明だから行動を制限させてもらうだけよ。それに縁妃は君の助けを必要としているように見えないけど。はっ！そんなのどうしてわかんだよ。お前はこいつの母ちゃんか？だって一目瞭然じゃないの。君の方こそ稲妻からリーユエに来たからには豪に従ってもらいたいものね。お前、落ち着いてくれ親分。彼女の言い分は正しい。おいおい、喧嘩になりそうだぞ。なんとも面倒な。イエランとは正面からぶつかってはいけないというのに。私たちはこの地の事情を知らなかったんだ。そこまで言うのなら早々に離れよう。
ただ本当に危険な場所なら警告文ぐらいは出した方がいいと思うがな。ご意見ありがとう。考えておくわ。もし俺たちがここを離れないと言ったらどうする？親分。あら、そう。じゃあ不愉快なことが起きるかもしれないわね。ああ、俺たち二人間に勝てると思ってんのか？いい度胸じゃねえか。旅人と縁日の友達とはいえ、私の忠告は聞いた方がいいわよ。へへ、面白い。俺様は人に指図されるのが大嫌いでな。そんなに自信あんなら、お手並み拝見と行こうじゃねえか。待ってくれ、親分。ここで争う必要なんかないだろう。いや、こうなりゃ意地でも中に入ってやる。それを、こいつに何ができるってんだ？この私がただのジョークを言っているとでも？まずい！本当に喧嘩するつもりだぞ！ちょっと待った！ことの発端は私にも原因がある。ここは私の顔を立てて、まずい、これは、あ！話をそらすな！俺様は、下敷きにしただけでは衝撃を防げなかったか。これはどこなんだ。ここえっ、おい、みんな大丈夫か。はあ、とんだ災難に見舞われたものだな。オイラたち一体どれくらい落ちてきたんだ？先ほどの口論中に地盤が崩れたようね。もしかしたら元素力が作用して。俺様のせいじゃねえぞ。あんなひでえ言われ方したら誰だって腹立つだろ。部外者の侵入を阻止する。それが私の仕事よ。責務を貫くのがひどいというのなら、君の心いくらなんでも弱すぎるわ。てめえ、俺様は屈するのが嫌いなだけだ。親分、口で勝てない相手に反論しても意味ないと思うよ。忍、お前どっちの味方なんだよ。事実を言ったまで。気持ちはわかるが、すぐに頭に血が昇って喧嘩ばっかり。それで周りに迷惑をかけるのはどうかと思うんだが。一途のやつ、口ではイエランに負けるし、忍にも叱られている。完全に立場ないな。むかー、なんだと。オイラと一途一緒にするなよ。おい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 、そりゃどういう意味だ。喧嘩売ってんのか。おいらは事実を言っただけだぞ。イットがバカだってことは常識だろ。この俺様がバカだと？ちゃ、お前なんか空飛ぶチビスケだ。空飛ぶチビスケ？くにょーい。ならおいらだってダサいあだ名をつけてやる。そうだな、お前は牛使い野郎だ。ふっ、今度から牛使い野郎って呼んでやる。私たちはだいぶ高いところから落ちたようだ。上の状況が全く見えない。この高さ直接登るのは不可能ね。他の道を探さないと。みんな、おしゃべりに夢中なところ止めちゃって悪いけど、伝えておかなきゃいけないことがあるわ。双眼巨炎はリーユエでも神秘に包まれた地で、数年前の採掘事故によって封鎖された場所。ここでは見ない、聞かない、質問しないを守って行動してくれるかしら。知らない方がいいこともあるものなの。原則として
私は皆を敵に回すようなことはしない。どうか君たちも守秘義務がある私を困らせないでほしい。もちろん出口を探すため私も尽力するわ。は？なんであいつ行っちまったんだ？きっと出口を探しに行ったんだろう。イエランは私たちの中でも最も危機的状況の対処に長けた人物だ。ここは黙って行かせよう。基本的に遺言の内容を関係者以外に公開することはできない。だから本当のことを二人には伝えられなかったんだ。すまない。私は遺言に書かれていた大義版を手に入れるためこの双眼巨炎にやってきた。その方法は何年も前にいずれ必要な場所で役立つようにと私の依頼主が獅子に渡したものだ。そして目撃者によるとその方法を受け取った男は双眼巨炎へ向かった後行方不明になったという。双眼巨炎は歴史上数多くの戦争が起きた場所だ。たとえその者が争いの中で亡くなっていたとしても私は方法を取り戻すのに最善を尽くしたい。依頼主の願いを叶えるためにもな。さっきイエランが話したことも全て事実だ。双眼巨炎には危険が潜んでいる。お前たちも身をもって体感しただろう。今はこんな状況なんだ。力を合わせて突破口を探すしかない。恩人がそう言うんなら、まあここは顔を立ててやってもいい。こっからは全員仲間だ。一応あいつも仲間として見てやる。イエランって総務士で働いてるんだよな。なんだか妙にすごそうな人だったけど、総務士の仕事ってああいった能力まで必要なのか？まあ世間一般には総務士で勤めていると言って間違いない。彼女の身分についてはあまり多くを明かせないんだ。ただこの仕事は彼女にしかできないってことは確かだ。一体どんな仕事なんだよ。こんなしけた場所で働かないといけねえなんて。は、おいら知ってるぞ。冒険者だろ。なんだよその顔。おいらたちも同じような感じだし間違ってないと思うぞ。お前なんだか最近ケチになったな。肩書きぐらい借りたっていいだろう。そうだぞ旅人。お前はパイモンの親分だろ。親分なら親分らしく子分を可愛がってやらねえと。おいらたちはそんな関係じゃないぞ。パイモン、親分の突拍子もない発言は気にしないでくれ。ふん、忍ぶがそう言うなら許してやる。おい、はあ、親分はこの俺様だぞ。俺が譲歩してやってんだ。まさかここは記録にないもう一箇所の封印の内側なのかしら。一体ここには何が。食料と水は持ってきている。もし必要なら言ってくれ。おお、さすがだぜ。牛使い野郎は賢くないけどお前の部下は頼もしいな。カッハ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 。俺様もそうってだと。俺様だって賢いっつーの。前方に何やら入り口があるようね。奥に道が続いているみたいだわ。どこに繋がってるんだろう。行ってみようぜ。こんなところに秘境の入り口があるなんて不思議だな。入り口があんなら出口もあるはずだ。入ってみようぜ。うむ、本で読んだものと同じだ。周囲にあるのは古くから存在するリーウェの岩石だろう。この秘境、おそらくかなり昔からあるようだな。こんなところに。
今しがた降りてきたところだ。轟音が聞こえたゆえ確かめに来た。うっかり落ちちゃったのか。ならオイラたちと一緒に行動しないか。遠慮する。我には他にすべきことがあるからな。人探しだ。ここはお前たちが来るような場所ではない。早々に立ち去るがいい。相変わらず風のように現れて風のように去っていくな。さっきのんちゃんかなり気合入ったやつだったな。この俺様と互角にやり合える手だれみてえだった。牛使い野郎のくせにその自信どっから来るんだよ。あの方を一人で行かせて本当にいいのか。あいつは一人で行動するのが好きなんだ。それに人の話なんか聞かないしな。でもすごいやつだから放っておいても大丈夫だと思うぞ。みんな気を引き締めてちょうだい。この先何があるかわからないわ。周囲によく注意して常に心構えをしておいて。お前らを仲間と認めはしたが、俺様にはずば抜けた才がある。こいつの注意も案内も俺様には必要ねえ。親分。ああ？わかったわかったよ。オイラはイエランがいると安心感が増すけどな。牛使いやろ、外国から来たんだからみんなと仲良くしないとダメだろ。空飛ぶチビスケ、お前はこの国のやつじゃねえだろ。この形式の迷宮は確かにリーウェならではのものだ。なんつう珍しい場所なんだ。急いでなけりゃここの景色を堪能できたかもしんねえな。このぐるぐる回る構造、前に行った仙人の秘境と似てるな。もしかしてここにも仙人がいるのか。やっほい。おい、あそこ見ろよ、出口かもしれないぞ。ん？おかしい、どうなってやがるんだ。オイラたち戻ってきちゃったのか。ここさっき通った場所だよな。うん、出発地点のようだな。俺らは道を間違えてねえはずだ。ずっと出口を目指して進んでた。道を戻ったりもしてねえ。ええ、私もそう思うわ。旅人、俺ら道を間違えてねえよな。どういうことなんだ。そういや、稲妻にはこんな話がある。商人が夜道を歩いてるとタヌキが妖術で同じところを一晩中さまよわせるらしい。夜が明けるまで抜け出せないとか。木田翔のことだな。オイラも知ってるぞ。なら話が早い。つまり俺たちは今そういうのに遭遇したってことだ。だが心配いられ、俺様には邪気を払える助っ人がいるからな。こういう時はそいつを呼べばいい。イットって鬼なのに邪気を払える友達がいるんだな。なんていうか肝が据わってるな。鈍いとこが親分が楽しく生きていけてる理由だから。入れよ牛を。こいつが荒竹派の隠れ構成員、牛尾だ。うん、おう、牛尾が挨拶してるみてえだぜ。お前らこいつのことは牛尾か牛兄貴って呼んでやってくれ。牛尾は道を探すのが得意なんだ。こいつに案内してもらえば一発だぜ。隠れ構成員なんていたのね。私には頼りなさそうに見えるんだが。さあどうでしょうね。行け牛尾、俺たちのために道を切り開け。
どうしたんだ？道に沿って全部探したらしいが、出口がないらしい。いや、入れるのに出られないわけがねえ。くそ。俺様が見てくる。気づいたか？最初、私たちは上の方から落ちてきた。つまり、高いところに出入り口があったはずだ。それが今はなくなっている。一体、これはどういうことだ？この地底の建物は、思ったほど単純ではないようだな。この辺りを調べてみましょう。この辺、岩壁だらけだな。もしかして、オイラたちが勘違いしてるだけで、本当は落ちてきてなんかいないんじゃないか？おい、なんだ？怖くなったのか？別に、オイラは怖がってなんかないぞ！お前が怖がってんの、牛は感じ取ってるみたいだぜ。心配すんな。もし怖けりゃ、いいえ、俺たちが守ってやる。立ち止まっててもしょうがねえ。もう一度探すぞ。シノブ、お前は恩人と一緒にいろ。俺様は旅人とパイモンを連れて行く。わかった。みんな、くれぐれも気をつけてくれ。恩人だなんて大げさな。私のことは縁起でいい。それにしても、さすが荒滝派の親分だ。イットさんは統率力に優れているんだな。それほどでもねえよ。それから俺様にサンなんていらねえぜ。イットって呼んでくれ。お前らとは仲間になるって約束したんだ。助け合わねえとな。タイワン、怖いなら俺様が目を覆ってやるぜ。本当に出口がないなんて。一体どうなってんだここは。親分、そっちはどうだった？それにさっきチラッとだが人影を数人見た気がする。角の生えた化け物とか出てこなけりゃいいが。冗談なんか言ってる場合じゃないけど、お前だって角の生えた鬼だろ。そうじゃねえ。俺様が言ってんのは姿が消えたりするほど化け物だよ。あ？イット、お前まさかお化けが怖いのか？あらら、バレてしまったみたいだな、親分。そんなわけねえだろ。でたらめ言うだ。イットの反応を見てたら急に怖くなくなってきたぞ。おい、牛使いやろう。怖いならオイラ様が目を覆ってやるち。うん、どうやら他にやることを探してこの緊迫した空気を和らげないと。塩少々、胡椒少々。ああ、焼きスミレウリだ。美味しいから食べてみてくれ。ああ、塩味と甘めの味付けの2種類あるんだが、どっちがいい？そうか、じゃあ2つやろう。このような状況だからこそ心の平穏を保つのは大事だ。もし私の推測が正しければ、ここには私と親分が知ってはいけない秘密があるんだろう。安心してくれ、親分が首を突っ込まないようにしておくから。うん、食べ物を焼いているのか。エンヒさんもどうだ？いや、私はお腹が空いてないから後でいい。そういえば、忍と会うのは久しぶりだね。ああ、前に会ったのは私がリーウェの学校に通っていた時のことだ。エンヒさんが先生の代わりに授業をしてくれた。授業？ああ、思い出した。確か冬だったか。みんな、エンヒさんの授業はとても面白いと言っていたよ。そう考えると、私はエンヒさんのことを先輩と呼んだ方が良さそうだ。うん、
悪くない呼び方だね。気に入ったよ。まさか後輩とこのような問題に巻き込まれるとは思ってなかった。これもある種の縁というものだろう。ああ、しかも面白い知識を教えてくれるから学生の中でもかなり人気があったんだ。しのぶはお世辞が上手だ。全員ここにいたのね。イエラン、手分けして探したんだが出口は見つからなかった。そっちは収穫あったか？なかったわ。それからあまりこれは言いたくないのだけど、心して聞いてくれるかしら。もしこのまま道が見つからなかったら、しばらく地下で過ごすことになるわ。うん、やはりそうなるか。わかった。でも入ることができて出ることのできない地下空間なんてありえない。引き続き試行錯誤してみるつもりよ。みんなも出口につながりそうな場所を見つけたら安全に気を配りながら調べてみてちょうだい。おい、そんな真剣な顔して何かするつもりか？しょう、あ、そっか、あいつに助けてもらうんだな。おう、じゃあやってみようぜ。反応がない。ショウならどこにいてもすぐに駆けつけてくれると思ったのに。もしかしてあのショウでさえオイラたちの気配を感じられないのか？くそ、もう一度見てくる。この俺様、新たに天下独尊の力があれば。おやぶん。なんだ、そんなマジな顔して。焼きすみれ売りだ。はあ、こんな面倒ごとの真っ只中だってのに、のんきにすみれ売り焼いてんのか？ほれ見ろ、聞いたか？牛尾もお前が正しいって。って牛尾、お前どっちの味方してんだよ。補給はとても重要なことだ。十分な体力と安定した精神状態でなければ未知の脅威にも対応できない。牛尾もそれを理解しているんだろう。はっ、お前ら揃いも揃ってん。って、すでに食ってやがる。つうことはもう焼けてんのか？かっ、いい匂いじゃねえか。わかった、とりあえず腹ごしらえといこう。全部食べるなよ、俺様にも二つぐらいよこせ。まさかこんなところに閉じ込められるとは。参ったな。たとえ私に知識があってもその大半は法律に関するものばかり。脱獄のことなどさっぱりだ。ま、お父様と楽しく生きることを契約している身だ。少なくともここで落ち込んではいけない。いい方向に考えるんだ。そう、ここで見聞を広めたり旧友と親睦を深めたりするのはいいことだと。うん、そうだ、これはいいこと。よし。現在出口が見つからないという至極厄介な状況にあるわ。もうしばらくここに閉じ込められることを覚悟しておいてちょうだい。幸い物資は今のところ足りているし、この一時しのぎのチームにも危機的状況への対処に長けた人物がいる。君たちも気をつけてちょうだい。あとは私に任せて。